埋め立て造成中の新城 A 区埋め立て造成中の新イ E1 区マカオ新城区はマカオで埋め立て造成が進められている361.65ヘクタールほどのまだいずれの行政上の区にも属していない計画上の土地。ただし一部の計画は取り消されており実際に造成されるのは292ヘクタールほどと見込まれる。マカオ特別行政区政府は 2006年の市政報告の中で、新四六、すなわち新たな都市外区を設立する計画を提起し、当時運輸公務士市長であった大分流が2006年1月11日に、大き新四六企画の原案を提示し、マカオ半島の南側と東北側、またタイパ島の北側に、ご区画からなる新たな都市区域を開発することを提起した。 計画の対象とされた730ヘクタールの土地のうち398ヘクタールは埋め立て造成を要するとされ20年後には11万人から12万人の人口が収容できるようになるものと見込まれた2009年4月23日当時のウニユ公務士市長だったりゅうつかうぎがマカオ特別行政区立法会において微調整とされる調整を施した後の 大きい新市六展開企画の案を示し、埋め立て造成する面積を、当初計画の500ヘクタールほどから400ヘクタールほどに調整し、用地面積も398ヘクタールから350ヘクタールに縮小すること、また、新たに造成する土地には、賭博業や低密度住宅は配置しないと説明された。2009年11月29日、 マカオ特別行政区行政長官弁公室は、中華人民共和国国務院が361.65ヘクタールを造成し、新種録を建設することを承認し、合わせて特区に対し、埋め立て造成中の管理においては、周辺環境の保護に特に配慮して、新種録の建設に当たることを求めた、と発表した。ただし、一部の工事は先行して進められており、 例えば、マカオ科学館が2009年に竣工したビークは2005年から2006年にかけて埋め立て造成が進んでいた。2013年11月、マカオ景気鉄路の路線変更が行われたため、孫一仙台馬寺一帯で小規模ながら埋め立て造成の必要が生じ、マカオ政府は埋め立て計画の微調整を行ったが、埋め立て面積には変わりはないとされた。 2014年7月10日、特区政府は計画の調整を発表し、マカオ半島の北東側の埋め立て地である、A 区を主に公共住宅用地として、公共住宅の供給個数を大幅に増加させると、ともに、それに応じて、公共施設も増加させ、公共住宅2万8000個、施設住宅4000個が供給される見込みとなった。2017年12月には、区画の中で、 最も規模が大きい138ヘクタールほどのエ区クの造成が完成した。2018年の統計からエ区クなどの面積がマカオの総面積に反映されたため人口が2.2%増加して66万7400人となったにもかかわらず人口密度は5.2%減少して1平方キロメートルあたり2万人となった。ありがとうございます。